このコーナーではコミュニティセンターで行われている講座の一部を皆さんにご紹介していくっすよ。お家にいる時間を少しでも楽しく有意義にしていきましょう。今回ご紹介するのは東十郷コミュニティセンターの好感度アップの話し方講座っす。印象のいい話し方を学んで好感度アップを目指しましょう。それでは東十郷コミュニティセンターの五十嵐さん、よろしくお願いするっす。こんにちは、東十郷コミュニティセンターです。東十郷コミュニティセンターのカフェコーナーではレコードプレイヤーが常設されており、懐かしのレコードなどを楽しむことができます。ぜひ遊びに来てください。さて、今回のお家で見られるコミセン講座は好感度アップの話し方講座です。皆さんは自分の話したことが相手に伝わっていないかもと不安に感じたり、またもう少し自信を持って話せるといいなと思ったことはありませんか？この講座で普段の何気ない会話でのエチケットや人前で話す時の伝え方のポイントなどを教えていただきましょう。ご指導くださいますのはコミュニケーションマナー講師の三河文夫先生です。それでは先生、よろしくお願いいたします。はい、皆さんこんにちは、三河文夫です。好感度アップの話し方講座、今回は後編をお届けいたします。どうぞごゆっくりとご覧ください。さて、おしゃべりは得意だけど人前で話すのは苦手という方、きっといらっしゃるでしょう。おしゃべりというのは思いついたまま口からポンポンと言葉を出すことです。そして話すということは情報を整理して相手に伝えるということになります。今回の後編では話し方と、そして言葉の選び方、言葉遣いについてご紹介いたします。好感度アップの話し方、皆様は印象の良い人と聞いてどのような方を思い浮かべますか？話をすることは表情や態度などからも相手の印象を左右します。印象の良い話し方を心がけて、コミュニケーションスタイルを整え、充実した毎日が送れるように印象管理を意識していきましょう。さあ、コミュニケーションの重要性です。なぜ印象を整える必要があるのか。それは私たちは環境や暮らしがみんな様々です。十人十色の性格や考え方がある中で、摩擦の少ない人間関係を築いていくことが大切になります。さあ、では話し方についてまずはお伝えいたします。声のトーンは少し高めに、自然で張りのある明るい声を出していきましょう。そして口角を上げてゆっくりとお話をします。良い表情で話すことを心がけてください。体を安定させます。例えば後ろにもたれたり、前に前傾になったり、ゆらゆらと揺れることなく体を安定させてお話をしましょう。動きがあると相手に落ち着きのない印象を与えてしまいます。さあ、そして長すぎずにお話にメリハリをつけましょう。落ち着いてゆっくりと話をいたします。また相手の発言が終わってからご自分が話すことを心がけてください。ほんの少し間を置くこと、そして相手の発言にかぶせるようなことがないように注意していきましょう。さあ、では好感度アップの話し方、言葉遣いについてお伝えいたします。好感度アップの話し方ポイントは、明るく優しく丁寧にです。ポイント一つ目をご紹介いたします。まずは皆様、このクッション言葉です。クッション言葉とは、相手に対してお願いやお詫びを伝える前に衝撃を和らげるために使う言葉です。例えば、恐れ入りますが、申し訳ございませんが、お手数ですが、あいにくですが、残念ですが、などがあります。カジュアルな言葉にすると、ごめんね、悪いんだけど、というふうによく言いますよね。これをフォーマルな言い方として、恐れ入りますが、お手数ですが、申し訳ございませんが、この言葉を最初に使うことで相手に対して柔らかい印象を与えることができます。ぜひ皆さん、クッション言葉の活用をお願いいたします。さあ、続いて
ポイント2つ目をお伝えいたします。命令形ではなく依頼形で話します。依頼形とは会話の最後が相手に依頼する、相手に決めてもらうように尋ねます。柔らかく優しい印象を与えることができます。例えばここでお待ちください、この部分が命令した言い方になっています。お待ちくださいという言い方が優しければそれは一つの使い方として、そしてもう一つ依頼形として恐れ入りますがこちらでお待ちいただけますか、最後の部分が相手に依頼する表現になっています。クッション言葉の恐れ入りますがを最初にお使いいただき、そしてお尻の部分がこちらでお待ちいただけますか、こんな風に使ってみてください。その他電話ください、この表現はいかがでしょうか。くださいという部分が命令した言い方にも聞こえます。これをクッション言葉のお手数ですがお電話いただけますかというふうに相手に尋ねる依頼形で伝えることによって、きっと相手は協力的に対応してくれると思います。クッション言葉とそして依頼形を使って優しく印象の良い言葉遣いをぜひ皆さん使ってみてください。ここでは依頼形についてお話をいたしました。さあここで正しい敬語についてお伝えいたします。敬語の種類は皆様ご存知ですか。尊敬語、謙譲語、丁寧語、そして美化語、この敬語の種類がございます。例えば丁寧語というのは何々です、何々ますというふうにですとますがついています。美化語はお、ごをつけて砂糖ではなくてお砂糖とか、案内ではなくてご案内というふうに言葉を美しく表現します。さあ難しいのが尊敬語と謙譲語です。尊敬語は相手の所有物や動作を表し、それに対して表現するのが尊敬語、主語があなたはとかあなたがになってきます。それに対して謙譲語は自分のことをへりくだって表現します。主語が私はになってきます。日本語はとても難しいですね。正しい敬語も少し振り返っていただきながら、もちろん日常の中で印象の良い会話ができるように言葉選び、ぜひ皆さんチャレンジしていただきたいと思います。さあここまで言葉遣いについて命令形、そして依頼形、クッション言葉などお伝えいたしました。さて丁寧な表現ができるようにぜひ心がけていただきたいフレーズがいくつかございます。少しご紹介いたします。例えば私と言わずに私というふうに申し上げると、とてもフォーマルで丁寧な印象を相手に与えることができます。その他さっきではなく先ほど、後でではなく後ほど、ちょっとではなく少々、そしてこっちではなくこちら、そちら、あちらというふうに少し望ましい表現に変えていただくだけで、相手に対して信頼関係を、そしてご自身の印象をアップすることにつながります。その他ご注意いただきたいのが D 言葉です。 D 言葉は ADC の D、 D で始まる言葉と覚えてください。例えばだって、でも、だから、どうして、どうせ、これは非常にネガティブな雰囲気を与えてしまいます。 D 言葉はできるだけ使わずに、ポジティブな前向きな表現を心がけていきましょう。さあ皆様いかがでしたか。ゆっくり話す人と早口の人とでは聞き取りやすさにかなり差があります。日本人の多くが早口と言われています。働き者の皆様が多いからかもしれません。行動が早いと話し方も早くなってしまいます。話す速度にもぜひ気をつけて、ゆっくりと丁寧に伝えてみてください。言葉をプレゼントする気持ちで選び、相手の心に丁寧に届けてみましょう。大切な心を言葉に添えて、心とそして言葉を磨き、コミュニケーションスタイル、印象管理をぜひこれからも皆様続けていただきたいと思います。今回は好感度アップの話し方講座後編、
印象の良い言葉遣いについてお伝えいたしました。最後までご覧いただき誠にありがとうございました。三河さん、ありがとうございました。次回もお楽しみに。